まあただ今回行きのところはもう元々一宮までを一般道でショートカットする形なんで、一番可能にね入る、メリットは全くなしということですね。完全に上道で行くんだったら、名二館にそのまま入って、キオス、から、一宮高速、名古屋高速一宮線ですね、に乗って、名神高速に乗り換え、名神高速から一区間だけね、乗って、一宮ジャンクションだったっけな、一宮西ジャンクションか、から、東海北陸っていうような流れになりますけど、このルートがへん、まあまあ、その、いろんな高速を乗り換えする兼ね合いで、まあまあな料金になってしまいますんでね。だったら、特にこの時間だったらもう、夜中ね、中島から、平和町のあたりね、あっちの、とこらへんとかを、総武の方までね、向けてくる。なんかで行ったよね。あ、そうか、それこそこの前も、昼間でもね、それで使いましたよね。通通旅行行くときに、だから中島からはもう通通旅行行くのと同じようなルートでしょ。ほぼほぼ途中までね、白鳥とかまでは、白鳥までよね、同じ感じですよ。4時間予報になってたんで、プラス1時間ぐらいはかけてね、5時間ぐらいでね、もう7時でしょ。全然いや。なんか唯一選択肢があるとすれば、その、氷見の方に行くのか、その南側にある、ところから先に来るかですよね。そっちから行った方のが、どっちのちのルートは通しやすそうですね。その南の駅から、下に行って、和倉温泉の方に抜けるのやつ。車だったら多分そこから和倉温泉抜けるのは、実は鉄道だとぐるっとね、もう一回金沢の方に戻ってってやらないといけないですけど、多分海側の方で小松市とかを通って、ショートカットできるんじゃないかな。ざっくりとしたイメージですよね。って思うんで、そんな感じでいこうと思います。あ、東海北陸自動車道入ったらね、またサービスエリアね、一つね、でも寄って、行きますんで、そこのところでね、降りるインターとかを最終チェックしようかなと思ってます。降りても大丈夫。そして流しても降りるし。そうだ、東から大総国道へ突然を、別にそっちでもいいな、この時間なら。あそこの橋はもうフリー、全然困らず行けるはずですから。だったら別に橋を一つ、念のためを解除する必要もない。ね。まだ東通りを。よし、そうしよう。そうだ、夜中だったら、夜中の2時だったら、そっちのルートも全然ありだわ。そっちから入ってって、養老インターか乗るってありなのかな。まあ別に。だったら中途半端か。もうだったらもうちょっと先の一宮周りの方で、から乗ってしまって、もう変わらない。養老インター、でも養老インター一回使ってみたいのもあるな。それをそれでありな気がしてきたら、25パスね、25パーの方から入ってきます。そう、こっちのルートだと、冒頭にね、ちょっと話してたところと、一つ大きく懸念点で変わるところがあって、懸念点が一つあって、こっちの方から行くとね、夜はね、空いてる店がなさそうなんだよな、もし。だから、大総国道だったら、まだ、一応、あれがありますからね。
大久保、24時間営業の大久保があるし、こっちから行くんだったら、閉鎖中になってるのに。板の方に戻そうとしてるな。相変わらずね、ナビはね、入れておくだけ。カーナビは添えるだけ。まあ、この辺りだったら。これで折り返しで折っていくことで。全く違いません。どっちから行こうかなってだけです。ですが、竜田大橋の手前ですね、油島大橋からポンポンと渡って、祖父江の方に向けていくかどうしようかなってところを、ぼちぼちと走りながら考えていったら、自分と走りながらで全然間に合います。とにかく戻したいみたいですね、高速に。何としてでも U ターンしようと、いう案内が出ますけど、今考えやなかったですね。全くもって、行く必要はない。カーナビは知らないのである。この時間の油島橋、たった大橋の優秀さを知らないのである。バカにください。この辺りはね、だって言うて、もう長いこと、何回も、本当に、ここのね、ダイソー国道を取れるあたりは、1年前で仕事しとった時にね、4日から2回るよとか言って、それこそ朝一の仕事ね、朝5時、6時出勤とかの時もね、今の時間ぐらいからね、走り出して、1回家に着いて、ちゃちゃっと準備をして、朝6時の出勤にね、行くよ、みたいなね、すごいな、ようやってたな、そんなこととかね、やってましたからね。この季節もエグいですよね。今んとこ私ここで右折車に当たったことはないんだけどな。直進と右折がね、専用レーンがないですからね、橋の上で。なかなかエグいことユーテルティー、カフラチマオーファチのところは早くやっぱこの時間は進行があるとはいえ、やっぱ物理的に近いのが、特にこの時間だと、聞いてきますね。ここちょっと先だよな。これまで佐渡最初のところは全然先だ。72キロ。何のこれ機種よーし。スリップ注意ね。いやー、今ね、トークの方は滑ってますけどな。
あ、ついに油島大橋の優秀者に気づいたかな。ついに案内をそっちの方に変えましたよね。あ、もうここだね、油島大橋。ついに進むんだよな。そのね、塗料塗っちゃうと、これ、やつ滑りますからね。怖いよ、こんなキャンドル、近くは。つらいな、そう、ここのミニストップなくなっちゃったからね。昔はここのミニストップをね、曲がる基準にしてましたけど。